オーロラ・オーストラリスの表題詞、オーロラ・オーストラリスは、史上初めて南極で書かれ、印刷され、図をつけられ、想定された本である。オーロラ・オーストラリスは、アーネスト・シャクルトン率いる大英帝国、南極探検のニムロド遠征の中で作られた。本は探検隊の隊員により制作され、シャクルトンにより編集され、ジョージ・マルステンにより、リトグラフとエッチングで図をつけられ、アーネスト・ジョイスと、 フランクワイルドにより印刷され、ベルナールデイにより想定された。オーロラ・オーストラリスの作成は、マクマード湾にあるロス島のイエヌ・ケイ・プロイズで探検隊が一等している間に、シャクルトンがポーラーアンニュイとして、心に浮かぶ幻影を二度と出現させないために、奨励した文化活動の一環であった。 原点のオーロラオーストラリスの著作権表示オーロラ、オーストラリスは複製した際に通し番号が振られなかった。このため何冊制作されたのかははっきりとは分かっていない。100冊作られたと信じられており、そのうちの70冊未満の本が確認されている。複製は大抵、物資を入れる木箱で作った板カバーの内側にあるオリジナルステンシルズにより判別、識別される。 シャクルトンはもともと南極から帰還したら複製を売るつもりだった可能性があるがしかし複製は探検隊の隊員に配られまた他の友達や探検の支援者に送られた。ありがとうございます。